はい、皆さんこんにちは、ワナリグルビッシュです。では今回は帝都軍決断スリープアップキットレイテ置き換え戦シナリオの続きをプレイしていきたいと思います。ここまで何度となくですね、アメリカ軍の空母をこれをね、沈めてきたんですが、再び、今度はニューギニア方面にアメリカ軍の艦隊がやってきたというところで、これの撃退戦を前回行いました。味方の航空隊ね、大きくすり減らしながらもなんとか撃退に成功しています。今回は前回攻略目標にしようとしていたウェイキー、ここの攻略をね、いよいよ始めていきたいというふうに思っています。今のところウェイキーに潜入させているスパイからの情報によるとですね、敵の艦隊はいない、陸戦隊の数が55、要サイドが52、航空機が28、うち 50% が直縁という割り当てになっています。あと近隣でいうとクゼリンですね、ここがですね、航空隊が98とやや多めです。なのでウェイキーを攻略するにあたってはですね、サイパンから出撃するんですが、マーカス方面へ迂回してウェイキーを攻略します。クゼリンには近寄らないという作戦です。で、前回前々回あたりからですね、特にアメリカ軍の航空隊との航空戦において、味方の航空隊がことごとく一方的にやられてしまうというシーンが目につくようになりました。というのもですね、今ご覧いただいているのが帝国の技術力なんですけども、アメリカの方はほぼすべてもうマックス値です。航空技術も990、一方の日本はね、まだ600というところで、だいぶ航空技術含めた全体的な技術力の差、これがね、著しく広がっていて、兵器にもそのね、差が出てきているという状況です。で、帝国の方のですね、戦闘機なんですけども、次に開発が待たれるのがレップなんですが、これあと92周かかります。92周、だいぶ先ですね。なんでちょっとこれは待てないというのもあって、新しく航空機を設計しています。このチャンネルでは定番となっている2次シリーズですね。まずは2次冷戦型護衛機といってもですね、バカみたいに強くすると、その技術力と乖離がある戦闘機が生まれてしまうので、そうならないようにですね、速度、攻撃力、防御力っていうのは、レップをベースにレップ以下に設定してあります。ただし、航続範囲だけは3500に伸ばさせていただいてます。これは技術的に3500飛べるのかという話はあるんですけども、例えば冷戦の21型であれば、増設のね、タンクをつけることによって航続距離4000近く飛べたという仕様になってますので、同じような考え方を持ってですね、航続範囲を3500に伸ばさせていただいています。ただし、先ほど言ったように、レップ並みに強くならないように速度、攻撃力、防御力というものは調整をさせていただいています。なので、簡単に言うと、冷戦の52型とレップの間を取ったようなね、そういう戦闘機、航空機に仕上げてあります。で、これが護衛機ですね。じゃあ続いてご紹介するのが、直縁です。直縁もですね、同じく、例えば速度がね、600以上になっているレップと同等という設定にはしなくて、速度も599まで抑えてあります。ただし攻撃力、防御力を少し上げています。で、航続範囲はね、短くていいので400キロというのが、直縁機になってますね。これも先ほどお話したように、レップより強くならないように調整をしてあります。では続いて二次冷戦の艦爆。これも航続距離3500にしてますが、速度であったり攻撃力、防御力っていうものは、相応のものにしてあります。なのでね、新しい航空機設計したからといって、いきなりレップを超えるような性能のものが出ているというわけではないです。で、同じように艦攻ですね。二次の冷戦艦攻も同じ性能にしてあります。3500飛べるように増設タンクをつけたという設定ですね。では、これでサイパンからウェイキー攻略を目指していきます。投入する艦隊なんですが、第6艦隊。第6艦隊から航空機。冷戦の攻撃型護衛、冷戦の艦爆艦攻という形ですね。
で、あとは第9、第10。これは、まあ、輸送艦隊ですね。陸戦隊を乗せているので、高速で陸戦隊を米機に突入させるというための艦隊です。第10艦隊も同じです。なので、今回投入する艦隊は第6、第9、第10の、3つの艦隊、3個艦隊を投入。第2艦隊に関しては、サイパンで待機させます。で、この後なんですが、新しい空母がね、もうちょっとでロールアウトしていきます。あと2ヶ月、1ヶ月、それぞれでね、空母がロールアウトしていきますので、この空母が待たれるという状況です。一番早いものだとですね、二次型の空母。まあ、これは SX 級に対抗するために作った大型の正規空母。その一番艦、まあ、本来だったらネームシップになるんですが、風林火山ですね。これが2ヶ月後にロールアウトしていきます。で、もう一つですね、艦隊という意味では、第一艦隊。新しく編成してます。従順と軽順と駆逐艦なんですけども、ここにね、先ほどご紹介した正規空母。これがね、ロールアウトしてきたら組み込んでいくということを想定しています。今、日本近海で、訓練中になります。では、これで時間を進めていきたいと思います。サイパン攻略戦です。まあ、サイパンからウェイキーを攻略する作戦もそうなんですけども、アメリカ軍との航空技術の差は、まあ、もう著しく開いてしまっていて、これを埋めることはもうできないと思うので、基本的な戦術としてはアウトレンジ攻撃と、失った航空戦力は、アルミはそれなりに潤沢にあるので、攻撃目標をね、しっかり攻撃攻略して、お金を稼いで、量産して、失った航空戦力を補うという、まあ、ちょっとね、いかがなものかと思われる方もいらっしゃると思うんですけども、作戦としてはそういう作戦になります。アウトレンジ攻撃で空母の被害を抑えつつ、まあ、能力の低い航空機になりますが、航続距離のある航空機で敵基地を攻撃して、失った航空機は補充するという作戦ですね。これはこの後ウェイキーを攻略した後に見えてくるミッドウェイ、さらにはハワイ、こういったところのね、攻略に関しても同じような要領を考えています。で、ミッドウェイ、ハワイ攻略に関してはね、空母の数が圧倒的に足りないので、この後続々と新しくね、完成を迎える空母、これの完成を待って攻撃を仕掛けていくというのを考えています。で、空母で言うとですね、まず、先ほどご紹介した大型の100機搭載できる風林火山型、この空母が2ヶ月後にロールアウトしてきます。で、さらに言うとですね、昇格型の空母、これの3番艦、4番艦もロールアウトしてきますし、さらにですね、流浄型の軽空母ですね。これもね、新しく発注をかけてます。お金の関係でね、軽空母にしてありますけども、速度がギリギリ30ノット、まあ、29ノットですけどね、この流浄型の軽空母、これを4隻新しく発注かけてますので、空母はね、この後続々と完成をして、戦線に投入できるという状況になります。で、大体正規空母がね、4隻から6隻ぐらい新しくロールアウトしてきたら、ミッドウェイ等攻略に取り掛かれるかなと思いますので、ミッドウェイ等の攻略は、大体、そうですね、3、4ヶ月以内には、早ければね、2ヶ月、3ヶ月以内には、開始できるかなというふうに思っています。はい。では、第6航空艦隊小沢さんの機動部隊から、サイパンに向けて、攻撃隊を出していきたいと思います。随格の方からはね、先ほどご紹介した冷戦二次型の護衛艦爆艦砲を出していくという要領ですね。で、冷戦の52型はね、距離が少し足りないので、このままだとちょっと出せないんですけども、残りのものは全部出していくという決定です。では、攻撃していきます。まあ、攻撃の目標ですけども、敵の部隊、飛行場、まあ、どれをね、優先的に破壊するかというところなんですけども、まあ、ご覧のような内容でいいかなと思います。まあ、船体はいないので、順番で言うと、砲台飛行場、陸戦隊ですね。ここを破壊していきます。石油タンクとかはね、一番最後でいいと思います。敵の艦隊は入っていませんので、これで、攻撃を行っていきましょう。はい。
湾口施設は赤い泉です。飛行場もね、もうすぐ削り取れるかなと。で、要塞とか5削っています。味方の損害が4に期間になっています。では、ウェイケイ基地のにね、先に陸戦隊が降ろせそうなので、陸戦隊を降ろしていきましょう。数としてはどうだろうな、足りない可能性もあるので早めに、第6航空艦隊の支援を入れたいんですが、第6航空艦隊の方が今暴風下にあってですね、航空隊が出せないという状態ですね。うわ、10以上一気に削られるのか。これは上陸作戦を一度中断した方がいいな。まだ上陸してないよね。上陸作戦を一度中止します。まあ、先に乗っていた第9艦隊と陸戦隊を見殺しにする形になりますけども、ここは無理はさせたくない。回収したいぐらいですけどね。砲撃して沈められる可能性もありますけど、支援だけはしてあげましょう。もうちょっと削ってからのが良かったかもしれないですね。陸戦隊の投入のタイミングが早かった。まあ、ただこの後ですね、第6航空艦隊の方から、まあ、悪天候明けで攻撃隊が出せればですね、再び、おっと、敵の艦隊を発見か。悩ましいけど、ここは先にウェイキーを攻略しておきたいな。42か。これは前回取り逃したアメリカ軍の第2艦隊の可能性が高いですね。となると、ここは敵の艦隊の攻撃を優先しましょう。第9艦隊に乗っていた陸戦隊を見殺しするにするかとになりますけども、あくまでもね、敵の艦隊を最優先で潰しにかかりましょう。前傾出撃です。では、敵の艦隊をね、潰しにかかりましょう。はい。衝撃的です。まず、アメリカ軍の第2艦隊を総指定してたんですけども、アメリカ軍は第4艦隊でした。第2艦隊の他に第4艦隊っていう別の空母艦隊がいるというのがまず一つ。そしてもう一つ。まあ、レップには劣るものの、新しい新型機を投入した艦載機、航空隊なんですが、倍の航空隊を送り込んだにもかかわらず、アメリカ軍の航空隊の前に全滅。帰還したのがゼロっていう、この衝撃ですね。いや、ここまでかという感じがするな。まあ、本当に、抜本的な作戦の見直しとかっていうレベルではないですね、これ。敵の直縁72、味方の航空機155。まあ、このうち半分が直縁で、半分がまあ攻撃隊というぐらいの割合になってるんですけども、それでも、帰還がゼロ。さらにアメリカ軍は第4艦隊の他に第2艦隊も空母艦隊としては健在なのは間違いがないので、いや、これは本当に勝てる気がしないなっていうね。とりあえず、作戦を中止します。まず空母艦隊なんですけども、空母はいるものの、艦載機がゼロになったので、サイパンに帰りましょう。で、第9艦隊ですね、ここに乗っていた陸戦隊を見殺しにする形になりますけども、これもう、ウェイキーの攻略は中止せざるを得ないので、上陸した陸戦隊を 見殺しにしてサイパンに帰ります。いや、ここまで航空戦力を失うとは、ちょっと思わなかったですね。言葉がなかなか出てこないぐらいの、衝撃なんですけども、まあ、この後ですね、確かに新しい空母は出てくるんですが、そこに乗せる艦載機がね、最新鋭のアウトレンジ攻撃を仕掛ける用の冷戦の二次型を投入してこの結果なので、
ウェイキーとミッドウェイの攻略をどう、まあ、成し遂げるかというのかね、本当に難しい課題になりましたね。今の新しいね、航空機事情をお話しすると、やっぱりレプになってくると、攻撃力、防御力、ご覧のような数字になっていて、速度も上がってくるという状況になるので、まあ、アメリカ軍のね、最新鋭機、まあ、コルセアとか、このあたりにも対抗できる。まあ、そういうものになるんですけど、今の開発ペースだと92週、まあ、つまり2年後っていうことですね。なので、開発も見直した方がいいかもしれないな。技術の割り振りを情報に4振ってましたけど、これ情報に振るのをもうやめましょう。航空機に振ります。これでね、ちょっとでも早くレップが完成してくれたらいいかな。23週、まあ、つまり3ヶ月後にレップが出てくるということになるので、そのタイミングでね、まあ、レップと同等クラスの戦闘機にチェンジしていきましょうか。そうですね、まあ、一旦はね、まあ、ウェイキーの攻略を中止して、防衛戦の方に再び舵を切って行こうかなというふうに思っています。ちなみにアメリカ軍の航空機なんですけども、もう本当にね、すごいですね。まずは、コルセア。これがね、もう速度で日本軍よりはるか上を行っているんですよね。これで艦載機ですからね。まあ、恐ろしい。まあ、性能を持ってますよね。あと、ベアキャット。ベアキャットもね、速度で言うともう700超えてる能力になってきているので、まあ、まともにね、その、戦っても、正直言っても勝ち目はない。まあ、アメリカ軍はもうすべての航空機の開発が完了してますので、一番強いものを出してこれるっていう状態なんですよね。先ほどコルセアご紹介しましたけど、コルセア以外でも、まあ、ファントムとかね、もうこれで言うと、速度は780出てます。で、あとはヘルダイバーとかね。まあ、このあたりだったら、まだまだ、まあ、初期の戦闘機。なので、攻撃力が10、爆撃が9、防御が43とかっていうね。まあ、言ってみればしょぼいものなんですけど、このヘルダイバーとファントムを比べると、まあ、すべてのスペックで倍以上の差があるんですが、今の日本軍とアメリカ軍の差が、まさにこれくらいの差がある。まあ、そういう状況ですね。まあ、これをどう、まあ、切り抜けて、いくのかと。いうとこですかね。いや、本当に強いですね。もうこのファントムだけ見てももう勝ち目がないからな。速度780、攻撃力、防御力がまあ80乗ってますからね。まあ、このまま、まあ、戦うにせよですね、まあ、考えを改めて、行く必要があるのかなというふうには思います。まあ、ちょっと皆さんからもね、なんか、いい作戦が思いついたら、教えていただきたいなと思うんですけども、まあ、ちょっと今回のね、新しい、航空機、試してみたんですが、壊滅したということで、この航空戦力を、補充するのは、まあ、1ヶ月以上はかかりますね。2ヶ月ぐらいはかかると思うので、小沢艦隊はサイパンで待機させましょう。いや、本当に恐ろしい、部隊だな。はい。では、今回はね、ここまでにさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきたいというふうに思っています。
い。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。